皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、カキ好きの方はぜひ一回作ってほしい。ほんと超簡単で、フライパンに乗っけとくだけで、カキの美味しさや風味が広がる絶品のカキのバター蒸し。これがね、カキもふっくらプリップリに仕上がり、カキからにじみ出た美味しさを、今回ちょっとね、えのきだけも一緒に入れて蒸し上げるんですが、このえのきがぐっと吸収して、なんぼでも食べれちゃう、やばいバター蒸しなんで、ほんと一回作ってください。もうおかずにもなるし、おつまみとしても超優秀。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら加熱用の牡蠣1パック、薄い塩水で振り洗いして、キッチンペーパーなどでしっかり水気を拭き取っておいてください。えのきだけ1パック。チューブのもので OK。おろしにんにく少々。お酒大さじ1杯。バター 10g。はい、こちら仕上げに使うポン酢適量。材料は以上でーす。まずは、牡蠣に下味をつけていきます。軽く塩コショウしてください。はい、よっと。今回ブラックペッパーね。普通の白いコショウでも OK。そして、おろしにんにくちょびっと。1センチぐらいかな。はい、あとお酒もかける。この状態で全体的にしっかり混ぜて絡めておいてください。よいしょ。はい、こんな感じ。まあ、このままね、2、3分置いておいてください。はい、お次は、えのきだけ。これね、もう長いままで構いません。石突きだけ落として、はい、こんな感じでね、この根元のひっついてるところを、適当にズボズボっと切ってください。これで簡単にね、バラバラに一塊ずつにほぐすことができるんで、こんな状態。今回このえのきもりもりでね、食べ応え出したいと思います。コスパもいいし最強。はい、そうしましたら、今回ね、ホイル蒸しなんで、アルミホイルをできるだけ広く広げてください。そしてこっち側半分に盛り付けていきます。先ほど切っておいた、はい、えのきだけ。こいつをね、はい、できるだけ広げて、のしてください。まあ、今回はえのき使いますけど、別に白菜とか、玉ねぎとかね、他のキノコ類とか、結構好きなもんで大丈夫です。はいよ、えのきをのしちゃうと。あ、横にしとこうか。そして、このえのきの上に、先ほど下味をつけておいた牡蠣。もう適当に広げて、のしてください。ほんとね、徐々に加熱されるとともに、牡蠣から美味しさが滲み出て、この下に敷いたえのきだけに絡んでね、ガチで美味しくなるんで。はい、こんな感じ。そしたらね、ちょっとお酒残ってると思うんで、これも上からかけておいてください。はい、さらにこの上にバターをトッピング。あ、アルミホイルを半分に折り込んで、このね、三隅が、開いてるので空気が漏れないように端っこね、こう2、3回折りたたむような感じにしてしっかりと口を止めてください。できるだけね、空気が漏れないようにピチッと折り込んどく方がいいと思います。はい、こんな感じね。よいしょ。はい、最後の口も閉じちゃう。準備はたったこれだけ。むっちゃ楽ちんよこれ。はい、こんな感じでできるだけ空気が漏れないようにしっかりと三隅を折り込んでください。あとはこのままね、フライパンの上に乗っけてください。はい、こちら具材を包み込んだアルミホイルをフライパンに乗せて、まずは中火で加熱します。だんだん温まってくると、中に蒸気が溜まってホイルがパンパンに膨らんでくるので、まずはホイルが膨らんでくるまで中火で加熱です。はい、こんな感じですね。だいたい2分ぐらい加熱するとホイルがパンパンに膨らんでくるので火力を調節します。まあ、弱火よりちょっと弱めたぐらい。あとはこのまま、そうですね、7、8分じっくりと中を蒸らして全体的に火を通していきます。はい、これね、ホイルがパンパンに膨らんでから
中火のままで加熱すると底のえのきが焦げちゃうので、この温まったフライパンが保温できる程度の弱火にしといてください。このまま 7,8 分キープです。あいよー、 7,8 分じっくりと加熱したらもう火が通ってると思うんで OK です。そうしたらね、これしぼまないように串とかお箸とか突き刺して穴開けておいてください。この蒸気が逃げる場所作っとくとパンパンの状態のままお皿に盛り付けられます。じゃあね、ホイルごと取り出して盛り付けてください。あいよー、お皿にホイルごと盛り付けたら OK。 あとはホイルを開いて仕上げていきましょう。あいよー、てってりー、見てー、めちゃくちゃ美味しそう。で、このにじみ出たスープも美味しいんでね、絡めながら一緒に食べちゃってください。はい、ここでね、最後仕上げ、これはもうお好みですけどね、ポン酢たらりーっと回しかける。えーい、オッケー。まああとね、ネギとかのしても彩りも良くなるんで、あればのしちゃいましょう。ちょっとトッピングしときますか。はい、おネギパラパラっとのして完成。ほんとフライパンだけで簡単に作れる牡蠣のホイル蒸し、これがねバターの風味も効いてむちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは今日もポーいただきます。うーん、やば。いやマジでね、牡蠣の美味しさや風味が全体に広がり、この下に敷いといたえのきだけにね、ぐっと染み込んで、えのきもシャッキシャキで、これやばい。いや、この牡蠣の美味しさがね、染み渡ったえのきがむちゃくちゃ美味しい。ほんとこのね、にじみ出た美味しいスープに絡めながら食べてみて。たまらん。やばすぎる。いや、これ牡蠣が好きな方はマジ作ってほしい。めっちゃうまい。まあこれお好みでね、仕上げに一味唐辛子とかかけても絶対うまいんで、おすすめです。あかん、マジでこれえのきがうますぎる。牡蠣の美味しさがねめっちゃ染み込んでる、たまらん。そしてこのにじみ出たスープがむちゃくちゃ美味しいんで、ちょっと飲んでみてください。あー最高。牡蠣のうまみマックスやん。いや、これは最高に美味しいし、体も温まりますんで、ぜひこのホイル蒸し作ってみてください。うまみが効いてるんでね、めっちゃおつまみにもなる。早速いっちゃおう。はい、ということで今日も、乾杯。あーうまい。やばいこれ。倍ぐらいの量作って食べたいぐらい。めっちゃビール進む。ほんとね、ホイルで包んでじっくり蒸し上げるんで、牡蠣も縮まず、ほんとプリップリに仕上がってる。最初にね、お酒を絡めて少し水分を補給してるんで、マジパサパサにならずに最高。いや、お酒の力でね、嫌な臭みもなく、ガチでやばい。もうほんとね、材料ホイルで包んだらフライパンに乗っけとくだけで作れちゃうんで、マジでやばい。うまっ。いや、まだまだね、牡蠣美味しい季節なんでね、ぜひこの牡蠣とえのきのバターホイル蒸し作ってみてください。あー、止まらんわ。うますぎ。